どうも、リンターン中丸です。さあ、今回はですね、薬の飲み間違いを防ぐための便利技、薬の一包化とはというテーマでお話をさせていただきます。先端の薬を飲んでいる人の中には、このような悩みを持っている人もいるのではないでしょうか。薬の数が多くて飲み忘れることがある。薬の種類が多くて飲み間違えることがある。なぜか余る薬がある。管理が大変。今回は、これらの悩みを解消する薬の一包化についてお伝えしていきます。そもそも薬の一包化とは何なのか、一包化することのメリットとデメリットはどんなことがあるのか、実際やる場合はどうやってやるのか、料金はいくらぐらいかかるのか、そして注意点はどんなことがあるのか、このような内容でお伝えしていきます。一包化は転換の薬以外でも利用ができます。知っておいて損はないはずです。薬の管理でお困りの方はぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは、転換に対する考え方や転換との付き合い方を発信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは薬の一包化についてお伝えさせていただきます。まずは薬の一包化とは何なのか。これは朝昼夕など服用するタイミングが同じ薬や1回に複数個服用する薬を1袋ずつパックにすることを言います。普通薬が処方されると薬は種類ごとに袋に入っていると思います。それを一包化してもらうことによって飲むタイミングごとに分けてもらうことができるんです。中には希望に応じて名前や飲むタイミング、日付などを入れてもらうことができるそうです。では一包化することのメリットにはどんなことがあるのか。まずは一包化することによって飲み間違いの防止になります。1回分ずつ袋に入っているので飲むタイミング、飲む量などの飲み間違いを防ぐことができます。続いて管理が簡単になります。1回分ずつ袋に入っているので家族の方もちゃんと薬を飲んでいるのかが分かりやすくなります。そしてシートから出す手間が省略できるというところもあります。薬をシートから取り出す作業が省けるので簡単に薬を飲むことが可能になります。薬の量が多かったりするとその作業も結構手間になってくると思います。それを省略することができます。これは特に年配の人とかはありがたいみたいですね。では一包化することによってデメリットにはどんなことがあるのか。まずは何の薬かは分かりづらくなってしまうという点があるようです。1回分ずつ袋に薬がまとめて入っているので、どの薬が何の効果を持っているのかというのが分かりづらくなるようです。なので、薬局でもらう薬の説明書をちゃんと保管して、しっかりと確認する必要があります。続いて、使用期限に注意する必要もあります。薬を一包化するにあたって、本来薬を保存しているシートから薬を取り出す必要があるので、使用期限に制限が出てくる可能性があります。なので早めに服用しなければいけません。一包化した場合どのくらいで薬を飲めばいいのかに関しては薬剤師の人に相談してみるといいと思います。あとは処方してもらうときに薬局で時間がかかるという点もあります。一包化することで一袋ずつパックに分けるので通常の薬よりも渡すまでに時間がかかってしまうようです。なので一包化をお願いするときは時間が余裕があるときに薬局に行く、処方箋のネット予約などを活用して待ち時間を少なくなるようにする、このような対策を事前に取っておくといいでしょう。では続いて薬を一包化する際にはどのようにやるのか。これに関してはまずは病院の先生にお願いするようにします。一包化の保険適用を受けるためには病院の先生の指示が必要になって処方箋に一包化指示の記載が必要になります。ただ病院の先生の指示がない場合は薬剤師の方に相談して先生の了解を取ってもらうケースもあるそうです。なので先生に聞けなかった場合は薬剤師の方に相談してみるのも一つ手になります。続いて薬を一包化する際料金はいくらぐらいかかるのか。料金に関してはこちらのようになります。ちょっと見にくいかもしれないんですけども処方される薬の日数によって料金が変わってきます。点滴薬の場合はおそらく2ヶ月以上もらうことが多いと思うので今回はグラフの一番下を見ていただければいいと思います。処方日数が43日以上の場合1割負担で220円3割負担で660円になります。そこまで料金がかかるというわけではないのでたくさん薬を飲んでいるという方は一度試してみるといいと思います。ちなみに薬の一包化について保険適用の条件というのがあります。2種類以上の薬が処方されていて飲み方が2つ以上朝食後、朝夕食後など服用時点が重なっている場合飲み方が1つでも3種類以上の薬が出ている場合これらが保険適用の条件になっています。では最後薬の一包化について注意点などはあるのか。これに関しては薬によっては行えないものもあるそうです。湿気に弱い薬や特別な管理が必要な薬他の薬とは分けた方がいい薬このようなものがあるようです。自分が今飲んでいる薬が一包化できるのかどうかということに関しては薬剤師の方の専門的な判断が必要になりますのでまずは一度相談してみるようにしましょう。
以上、薬の一方化についてお伝えさせていただきました。薬の一方化とは、服用するタイミングが同じ薬を一袋ずつパックにすることを言います。飲み間違いの防止、管理が簡単になる、シートから出す手間が省けるなどのメリットがあります。逆に何の薬か分かりづらくなったり、使用期限に注意する必要があったり、薬局で時間がかかってしまうなどのデメリットもあります。実際に行う際には病院の先生、あるいは薬局の薬剤師の方に相談してみてください。料金は43日以上処方される薬の場合、1割負担で220円、3割負担で660円になります。薬によっては行えないものもあるので注意が必要です。以上、薬の飲み間違いを防ぐための便利技、薬の一方化についてお話しさせていただきました。薬の管理に困っている人がいたら、ぜひ一度試してみてほしいと思います。実際、転換患者にとって薬の飲み忘れは発作に直結します。僕も薬を飲み忘れてしまったことで転換発作が出たことはあります。ちゃんと薬を飲んでおけばよかったと後悔したことはあります。体調の管理も大事ですけど、薬の管理も万全にすることによって転換とも上手に付き合っていきましょう。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画を撮るにあたって参考にさせていただいたものはまた概要欄に URL を貼っておきます。この動画は参考になったと思った方は SNS などでシェアしていただけると嬉しいです。高評価やコメントもお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。